はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画は、以前コメントでリクエストいただいておりました天然石のラピスラズリ、青い石ですね。それを今回はデザインしております。で、初めてラピスラズリを描いてみました。結構色も深い色なので、すごく綺麗な仕上がりになっていると思います。もしよろしければ参考にしていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、それでは説明を早速していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、今回ラピスラズリになります、はい、ラピスラズリ、はい、まあ、ブルーの石、はい、まあ、深いブルーの石って感じ、うん、ネイビーみたいな、うん、はい。でまず最初にこれね、水色、まあ、大きく言ったら水色大きく言ったよね、はい、を、うんうん、まずはね、全体的に塗っていきますよ。はい、はい、すごいな、塗りやすそうなカラーですね。そう、伸びがいいんですね。リッカジェルさんのカラーになります。はい、はい。でこれなんか夏用とか、夏のこういう何、ターコイズ系とかにも使えるカラーだと思いますよ。あ、別にラピスラズリと限らず。そういうことね、うん。でこれもリッカジェルさんのブルー、このブルーに綺麗なんですよ。ちょっと変わったブルーだね。そう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 、ちょっとなんか紫っぽいというか、うん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 、なんかまあなんて言うんだろう、すごい深い、鮮やかな、深い色ではないんだけど、そうでもなんか綺麗な色、うん、ロイヤルブルーとまではいかないけど、そんな感じの色です。でこれを、これを今度なんかそのラピスラズリ、うんうん、ラピスラズリの、私はこれ一応参考画像を見ながら作っておりますので、うん、はい、それを今再現していっております。なるほど、はい。じゃあちょっと試行錯誤しながら、しながらやっておりますでね、筆を、まあ、ポンポンポンとね、叩くように使いながら色をのせていってます、はい。でまあ、今塗ってるこのブルーは、うん、はいはい、結構透けてるカラーになるのかな。いや、一応マットカラーなんで、うん、すごい透けるカラーではないです。あ、そうなんだ。ただ、まあ、テクスチャーはそんなすごい硬いわけでもないので、うんうん、こう薄く塗れば、ね、今のこのチップみたいにちょっと透けてる感じも出せるし、うん、なるほど。そうそうそう、はっきり色も出せるしっていう感じです。これは今はこれミキシングジェル、はい、これで今のせたブルーをちょっとぼかしていってます。なんか筆の跡っぽいのが結構残っちゃうので、あんまり残りすぎるとちょっとね、石感というか、はいはい、天然石感がおやおやってなっちゃうんで。あ、これあれ、もしかして前の動画で、うん、天然石でミキシングジェルを使って描くよみたいなこと言ってなかったっけ。言ったかもしれない。それこれ、それですね。だそうです皆さん、はい偶然偶然にも、はい、ほらね、今これ今やってるとこは、うん、筆にブルー取ってちょんちょんちょんってのしただけだと、うんうん、ハケの跡がついちゃうから、こうやってミキシングジェルでぼかしながら、うんうんうん、ぼかしながら、でもなんだろう、このムラがあるというか、うん、そういう感じ、わざと作っててます。でちょっと濃いところがあったり、天然石ってね、なんか決まった柄っていう感じじゃないと思うんで、まあ、色はね、うんうん、決まってると思うけど、ね、天然の柄どこまで触ったらいいのかって難しそうだね。難しいよね。なんか永遠に触れるよ、ねえ、うん、気に入らないとか、ね、そうなの。だからずっと触ってると、なんだろう、集中しすぎて触りすぎるから、一回ちょっとね目を離して遠ざけて一回見てみると全体のバランスが見えるんで、そうそう、確認しながらねやってもらうといいと思うんですよ。これ一回硬化して、硬化して、うん、ちょっと濃いところが欲しいなと思ったんで、ブルーをちょっと足してます。ほう、まあ、すごい差が出るわけではないけど、ちょっ
とだけこう硬化してから描いた方が色が入りやすい、まあ、そう入りやすい。なるほど。どうでしょう、だんだんね深みが、さっきの硬化ぐらいからかなり、こう天然石感が出てきたというか、うん、そうで筆もね角を使ったり使ったりトントンしてみたり、トントンしてみたり、はい、やってもらうといつも通りの、そうです、この擬音でね、この擬音で、はい、擬音で説明という、でこれで、はい、硬化しました、はい、そしたら今度ですね白です。これね、はい、あの硬いテクスチャーなんで、まあこれじゃなくてもアート用の白でもいいと思います。はい、はい、ジェルグラフさん、ね、これはねジェルグラフさんですね、私はよく使ってますよ。はい、これを今度ねこの上にまた乗せていきます、うんうん、はい、はい、あ硬いので硬いのをこう塗るから、うんうん、あいつものマナネイルズさんのアート筆で来るかなって思ったら違う、まさかの違う、はい、アート筆使う時はね細い線を描きたい時だけなんで基本的には、うんうん、これはねちょっとここだけこの何幅の広い白の部分が欲しかったから、うん、普通の筆です。はい、でここからマナさんの筆が、ね、はいはい、はいはい、いつものこの筆、はい、おかえりなさい、はい、お気に入りの筆です。はい、ここから細い線をどんどん入れていきます。で今最初に描いたこの白からね、うんうん、出る感じでこう描きますよ。でなるべくこう太いところと細いところと強弱をねつけながら、うんうん、筆に圧をかけたりちょっと離してみたりっていう感じで、で今度、うん、細い線じゃないから、うん、筆変えました。あ、今ね筆は2種類こう、そうなんで使い分けてやってるってことなんだ。そうですちょっと気になったんだけど、うん、これ2本使ってる、同時で使ってる時の、うんうん、もう1本の筆はどうしてる？あ、使ってない筆？そう、使ってない筆。でもこの次使うんじゃないかっていう筆。そうこれはですね、ちょっと映ってないんでね、なんとも説明しづらいんですけど、うん、筆立てに立ててます。立ててるんだ。はい、まあでも筆置きとか販売してると思うんで、そういうの使ってる方もいると思うし、うんうん、自分の使いやすいように、なんかペン立てとかに立ててもいいんじゃないかと思うし、なんか乾いちゃったりしても別に問題はない？なんかそんなすぐには乾かないと思うけど、うんうん、もし乾いちゃったら、まあ、コットンにエタノールとかちょっとつけて、うん、それで拭いてあげればよっぽど大丈夫だと思います。はい、はい、なるほど、はい、だそうです、はい、って言ってる間にどんどん白が入っててますね。はい、でなんかこのね、はっきりした白じゃなくて、うん、ちょっとぼかしながら乗せたかったので、筆はまあもう細い筆じゃなくて大きい筆というか、まあスクエアの筆で、はい、角だけでねポンポンして乗せていってます。なるほど、はい、でこれで一回硬化をします、はい、そしたら今度ベージュですね。で一応アート用のベージュになります。ちょっとキャラメルっぽい色なのかな、のかな、のかちょっと黄色みが強いっていうかね。そうでこれを今白あ描いたところの上に白全部には乗せないけど、ね、うん、ちょっとこうねランダムに乗せていきます。でラピスラズリ実際画像とかで検索してみてもらうと分かるときっと思います。はい、こういう感じなんです。あ、そういう感じなんですね。はい、白のなんかこう点々もあるし、はい、その白の点々の中にこういうベージュっぽいカラーの色が入ってたり、うんうん、っていうのがラピスラズリでした。そもそもラピスラズリって結構有名な天然石なの？うん、そうだと思いますよ。へえ、はい、僕も初めて聞いたんで。あら、そうですか。はい、はい、まあなかなかね、うん、日常的に使う、まあ言葉としては使わないからね、どこの国の石だろうと思っちゃったぐらい、うん、それはちょっとなんかラピスラズリなんか いい名前だよね。うん、なんかね、かわいい名前、なんか呪文みたいな名前だよね呪文ね呪文
そうで、ベージュ乗せて硬化したらもう、あ、すごい。そう、アートは終了。なので、これでトップかけると、より、何、凹凸感がなくなって、うん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 、よりなんか加工した後のラピスやつみたいな。チュルンとした。そう。チュルン。はい。こんな感じです。大丈夫、バカにしてますよ。はい。はい。こんな感じですね。どうでしょう。いいんじゃないですか。はい、まあ、ちょっとね、本物を知らないから、ぜひ皆さん一度検索してみてください。ね、ちょっと見てもらって、はい、いい悪い、うん、やってみてください。はい。はい。それでは今回のデザインのご紹介は以上になります。はい。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひお願いします。お願いします。じゃあバイバーイ。バイバーイ。